清宮は高校の先輩である王貞治から、長距離打者というより中距離打者、強引に打つんじゃなくて来た球を逆らわずに打つので打率は残せると思いますと評価し、張本勲も王に同意し、中距離に近いバッターで左右に打ち分けられると評価され、プレースタイルや動眼などの共通点から和製ベーブルースなどとも称され、その打力は小学生の頃から有名で、とあるテレビ番組内で当時広島東洋カープに在籍の前田健太と対戦した際に、菅宮は右中間フェンス手前まで転がるゴロを打って前田の奪三振を阻止し、対決に勝利。